うん父親があの地元の青年団の団長でしたでもう祭りのシーズンになるとちょっと血が荒なったりその普段とかまあ今考,今考える、うんどうやろう 父親とは離婚したんですけど、その祭りの青年団の団長を引退して何年か後ぐらいに、あの、離婚してんですけど、そうですね、別に家庭環境、父親はでも怖かったですね。一番怖いですね、今も。たまに会いますかいや父親とは、その、職場でなんかその職場の息子たちが、僕のラップ、 好きみたいな言ってる子が何人かいたみたいでそれで連絡来ましたねあの「お前頑張ってるみたいやんけ」みたいなちょっと鼻高なってたみたいでこの間久しぶりにご飯食べに行って父親とフグをごってもらいましたてっちりど,どんくらい久しぶりだったんですかえでもちゃんとご飯食べたの10年ぶりぐらいやったかもしれないですねじゃあ僕が「であでもそうっすねちゃんとご飯食べてちゃんとした個室で面と向かってご飯食べたの10年ぶりぐらいかもしれないですね じゃあ基本的にはお母さんに育てられたもうずっとそうですね母親とおばおばあちゃんっていう感じですなんかお母さんとかおばあちゃんから受けた影響とかなんか育てられてなんか身につけた考え方とかってなんかありますかああ僕その父親と母親が離婚しておばあちゃんの <coughs> 家に ほんとお風呂もないような団地に住んでたんですけど僕と妹と母親とおばあちゃんとおじいちゃんみたいな5人で住んでてもうめちゃくちゃ狭いわけじゃないですか部屋とかもでお風呂もないし絶対に3日に1回ぐらいおじいちゃんと一緒に銭湯に行くぐらいな感じでで結構もうそ,そういう町なんですよそういう僕らの住んでるハグサっていう町なんですけどそういうブラックっていうんですかね最近はもうだんだん団地とかも新しく建て直しとかになってきたんですけどそこで 作文みたいなのを書いてて、小学校の時に、宿題かなんかで、僕が、お金持ちになりたいですって書いたら、わっちーんと疲れてました。なんか、金持ちになりたいとか、外で言うなって、それが僕、小学生の僕からしたら、それが僕は親孝行やと思いますみたいなのを書いたんですよ。好きなことして生きろ、言われました。か金のこと考えんとあかんって、団地で言われたのを覚えてます。